皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成ご無沙汰滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日は私がやっているタイストというユニットのオリジナル曲の透明人間という曲の弾き方の解説をさせていただこうかなと思います。というのも、今、タイストでさ、タイストコンテストっていう、みんなでカバーしようぜみたいな、そういう企画をやってるんですけれども、透明人間に関してはちょっとヒントがないと厳しいかなと思ったので、僕が実際にどんな感じで弾いているのかを、ゆっくり解説させていただこうかなと思います。できるとこはやって、できないとこは無視して、そんな感じで完コピ目指すのも構いませんし、参考程度に見るのも構いませんし、そんな感じで画面のズバババーンとお手元をお見せしながらやっていきますので、また参考にしてみてください。とりあえずイントロから参りましょう。こんな感じです。C シャープマイナーセブンスからこの小指でこのベースの音をで、その次 G シャープのフラット13につなげると C シャープマイナーセブンスから小指がドレミレドシラといって、ここで G シャープセブンスのフラット13。大体2回繰り返す感じですね。もう一回やってみましょうか。ゆっくり。こんな感じでコードとベースをちょっと変えていくだけっていう感じです。で、A メロに入るとオルタネートベースっぽくなるんですけど、ちょっとやってみるとこんな感じ。順番にいきますと C シャープマイナーセブンスからスタート。まず C シャープマイナーセブンスにしてフォームはどっちでもいいです。こっちでもいいですし、こっちでもいいですし、普通の C シャープマイナーセブンスでもいいですし、ちょっとフォーム変えた方でもいいですし、でこれをベース5度から半音。こんな感じで F シャープマイナーにつなげと。で、人差し指を制覇しているから。こんな感じで。この制覇をうまく使うと。で、その次 B9 スになって、B9 ス5度。で、G シャープマイナー7ス。G のディミニッシュから G シャープセブンスと、こんな感じで打ってます。ゆっくりいきましょう。でもう一回。こんな感じで B メロに行きます。で、B メロに関してはウォーキングベースをします。ちょっと弾いてみるとこんな感じ。やってみましょう。まず F シャープマイナーセブンスからスタート。もう一回、ワン、ツー、スリー、フォー。コンピングを入れながら弾いていきます。ちょっとゆっくりやってみましょうか。3、4。こんなん。で、その余裕があればこの裏拍に音も入れてあげると、またより豊かな表情が出てくるかなって感じですね。で、後半に関しては普通にコード弾いてるだけです。F シャープマイナーセブンスで G シャープ、G ディミニッシュで、その次 D シャープマイナーセブン、D シャープマイナーセブンスフラットに行ってで G シャープセブンのフラット13で、決めるときにその薬指で制覇をして、フラットナインスも入れてあげます。こんな感じ。3、4。こんな問題です。ちょっと B メロゆっくり通して弾きましょうか。1、2、1、2、3、4。サビに関しても A メロと一緒で、オルタネートベースっぽいことをしていきます。C シャープマイナーセブンスでオン B で F シャープオン A シャープ A B ナイスアクションオン B F シャープオン A シャープA に行って B、C シャープマイナー、C シャープマイナー、G ディミニッシュで、この G ディミニッシュから G シャープセブンスに行って、ここから展開をします。 F シャープオン A シャープで、その次 G4 しようか。 F シャープオン A シャープから、G シャープオン B シャープ G シャープオン B シャープで、また C シャープマイナーからオルタネートベースでで、繰り返しって感じですね。で、そこから、C シャープマイナーから感じで、このコードストロークをするだけって感じです。ちょっとサビからゆっくりいきましょうか。サビ、レッツトライ。ワン、ツー、ワン、ツー。その A メロと違って、そのコードの音をね、伸ばしっぱなしにするのがポイントかもしれないですね。A メロの時はさ、って感じで、このスタッカーの時に弾いてましたけど、サビの時はこんな感じで、ちょっとところどころその3連符を入れてるっぽいんですけど、ごとにダウンプリングアップで3連符を入れる時がちょこちょこあります。このさりげない感じ。やりすぎですけども、まあ、こんな感じでその気が向いた時にそのテケテっていうその3連符を入れてるような感じです。入れる場所に関しては本当気分次第。お好きなところに入れてみてくださいませ。でそこからその A メロ B メロ下火と、そのままずっと繰り返していきます。でその、D メロに入る前にまたイントロの同じパターンですね。D メロに入っていくんですけれども、そこのところをいってみましょうか。こんな感じです。ボイシングが変わったりとかするんですけども、とりあえずまあ一例ということで言ってみましょうか。一例。まず最初 A メジャーセブンス。で、その次 B セブンス。で、G シャープマイナーセブン。で、C シャープマイナーセブン。で、F シャープマイナーから G シャープマイナー、C シャープマイナー。で、ここから B オン D シャープ1拍ずつ D オン B オン D シャープから E に行くと。で A メジャーセブンス B セブンスで、このなんかディミニッシュでもないなんか謎の構造なんですけど、これちょっと僕の手癖でよく出てくるんですよ。このディミニッシュっぽい扱いになる感じです。名前をつけるとするとディミニッシュじゃないんですけども、ちょっとなんて言ったらいいかわからないんですが。うん、ちょっと自分の手癖って感じです。 B7 ですから、まあ、こんなボイシングで C なんとかを弾きまして C シャープマイナーに、でその次 D メジャーセブンスで、その次半音上がって D シャープマイナーセブンスフラット5で、その次 G シャープまたフラットサーティにつながると。ゆっくりやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。で、また繰り返しです。ちょっとシンプルに持っていくような流れがありますね。こんな感じで、その後にまたそのサビに行くんですけれども、どうしようかな。ちょっともう一回 D メロのところなんですけど、その結構その B が A4B になったりとか。あとこの A メジャーセブンスが、こういう普通の E になったりとか、ちょっとこの辺は気分次第でちょこちょこ変わるんですけども、まあ、さっきの基本パターンって感じです。おう。まあ、こんな感じの手順です。で、そこからサビに行くんですけれども、ウォーキングベースの落ちサビになります。ちょっとその顔もやってみると、こんな感じ。方一緒。順番に行きましょう。まず最初 C シャープマイナーセブンスを弾いたら、大体こんな感じ。C シャープマイナーセブンスからドヘミドビドデルシで、その次 F シャープオン A シャープ。で、その他全部一緒。こんな塩梅です。ではちょっと最後に一人弾いてみましょう。ちょっとゆっくりめに弾いてみます。手癖があったりするとね、パターンが変わったらごめんなさいね。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー、フォー。です。まあちょっとざっくりした説明になってしまいましたけども、ちょっとね、まあいろいろ説明するよりもね、その、目コピーした方が絶対早いと思うので、ちょっとわかんないところをですね、その巻き戻して、こっちのね、大きい方の画面とかで、なんかいろいろ確認していただけたらなという感じです。基本的にもレギュラーチューニングでね、普通にコード弾いてるだけなので、プラスアルファで弾けるはずなんですけども、ちょっとそのピッキングのニュアンスとかね、その辺は、なんかこう、すごく説明しづらいところが多々あるので、フィーリングで、感じ取っていただけますと幸いでございます。そんな感じです。じゃあそんな感じで、もしよろしければ完コピとか目指してね、歌いストコンテストの方ぜひ応募してみてくださいませ。はい。そんな感じで、透明人間の弾き方講座でございました。また違うところでお会いしましょう。さよなら、バイバイ。